太鼓出世餅は、安土桃山時代から、三重県伊勢市で製造販売されているメーカー。略して、太鼓餅とも言う。太鼓出世餅を生産販売する有限会社太鼓餅は、三重県伊勢市宇治今在家町63に本店を置く、安土桃山時代の A68 年創業の企業である。太鼓出世餅の名称の由来には、 諸説があるが、豊臣秀吉が、伊勢神宮へ、三景寺に、伊勢国国史の北畑氏が古市に儲けた、長峰茶屋に立ち寄った際、焼き餅を剣じたところ、微妙なりと称賛したゆえに、太鼓餅と名付けたと、新と長峰記に記されている。販売店の公式サイトではこの説を採用している。新と長峰木は、完成8年に、伊勢神宮の宮正大内人畑正主県が、 当時の人々の生活や文化及び、小次来歴等を記した古文書である。秀吉自らが店で出された餅菓子を焼いて食べたという説を紹介するものもある。この説によれば、主人のお供としてたびたび、伊勢を訪れていた秀吉が二本の竹で匠に餅を焼いてみせ、三宮客の前で面白おかしく見せびらかして食べたのが始まりだという。 太鼓のような焼き餅であることにちなむ説もある。宇治山田市市では太鼓説が最も有力とする。また、道書では遊郭のお供に来た宝冠を待遇する際に今日したからという説も紹介する。当初はつぶあん入りの三日月型の焼き餅であったが、江戸時代に縁起を担いで丸型となった。同じ伊勢市内で生産販売される変化。 餅と同じく丸型で焼き目が両面についた餅である。宇治山田市市では大きさ23寸ほどのせんべいのように薄い餅と記す。餅米は佐賀県産、小豆は北海道十勝産のものを使用している。材料を厳選するとともに当日の気温や湿度によって焼き加減を調節して販売する。地元の伊勢では753入りの男児が買い求め。 初詣の子供向けの土産として定着している。ありがとうございます。